この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。今節もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷昭則記者です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ボートレースチケットショップカジキ開設記念西日本スポーツ杯、本日初日を迎えました。はい、さあ今日からですね、5日間シリーズで開催されるんですけれども、さあ長谷さん、まずは、G1 も終わったばっかりということでございます。そうですね、はい、はい、終わりましたね。原田選手が優勝しましたね、はい、うん、はい、まあね、今年もあと半月余りで、12月といえば何かと慌ただしい時期ではございます。なんで慌ただしいんですか、ね、気持ちばっかりこうせいで、もうね、はい、なんか、普段とやってること何も変わらないんですけど、ね、でもなぜかもう、今年も残りあと何日か、はい、追いますもん ね、うん、まあ、いい形でね、今年を締めくくるためにもこの展望番組の発散にはね、頑張っていただきたいかなと思ってるんですけども、そうですね、はい、さあということで、今シリーズですね、西日本スポーツ杯なんですが、ボートレースチケットショップカジキ開設記念としても開催されるんですが、はい、行ったことあります？カジキ、はい、行ったことはないけど通ったことはあります、はい、あ、日本本線こうね、僕けっちゃんなんでね、はい、あの鹿児島中央から乗ってね、こう、はいはい、なんか宮崎目指すときに、あの錦江湾のね、あそこが桜島見るのは最高なんですよ。どこにある錦江湾からこう、はい、長くなります、やめてください。ということで、ボートレスチケットショップカジキなんですけども、大村場外としては15箇所目、全国では79箇所目ということになります。ということは、ここでは皆さんもこのボートレース大村のレースを楽しんでいただけるってことですね、はい、そうですね、今節のね、5日間シリーズも存分に楽しんでいただきたいですね、はい、さあ、それでは今節もですね、選手一覧からまずはご覧いただきたいと思います。さあ、今節は A1 10名を含む44選手が参加しております。さあ、もうベテランから若手までという感じでおっしゃる通りですね、はい、ベテランは倉谷選手が今節は最ベテランなんですね、はい、そして服部幸男選手もいますね、うん、そしてやっぱ気になるのは篠崎のね、ひとしくんですね。そうですね、メモリアルの12年フライングを切って、そのフライング休み明けなんですよね、はい、そこがまあ始まりが大村からと、はい、本人もちょっとね、ここからね、頑張っていきたいと言ってましたね。そうですね、さあ予選はですね、3日目の第10レースまでとなっておりますので、一節間皆様にもお楽しみいただきたいと思います。さあ、それではですね、長谷さんには、初日恒例のあれピックアップレースですね、行きましょうかね、はい、続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ、今節も2選手ピックアップしていただいております、はい、まずは河野選手、前節のあの、はい、周年でね、49号機、はい、石野高一選手が乗ってて、とにかく節打ちでしたね、はい、もう全もう展示タイムも常にトップでね、はい、もうあの原田幸也選手優勝したんですけどね、はい、実はそのね、レース前の特訓でね、はい、石野にだいぶやられたって、あれすごいぞと言ったぐらいのオーダーで、はいはい、うん、で今度は高校選手聞いてね、はい、これすごいっすねって、やっぱりもうあの特訓では周りが消えるぐらいだったって、はい、だからもうね、僕がこれ乗って調整というよりもね、はい、もうもらったままで乗ってみようと思う、はい、とにかくで、前件も一番時でぶっちぎりのタイムでしたね、でしたね、前節からね、展示タイムがね、自動になったんですよね、そうですね、そう、だからタイムの正確なんですけどね、はい、いやいや、今節もこの49号機が爆発するんじゃないのかなと思ってね、ピックアップレースとして出しました、はい、なるほど。さあ、そしてもう一人が小月選手、G1 の優勝モーターですね、はい、これはね、伸び自体はそんなには目立たないと思います、はいはい、ただ出足、回り足といったら、レース足はいいと思うんですよね、はい、小月選手ならね、今節のまあ中心選手でもありますからね、はい、さあさあ頑張っていただきましょう、はい、今節はね、G1 の後なので、やはりね、G1 を走った、なおかつ G1 で活躍したモーターに注目してほしいですね、はい、なるほど。で、まあ、逆に言うと、はい、G1 に出てないモーターというのは、ちょっと心配なのかなという感じはするんですけどね。なるほど、はい、さあ、ということで、甲子選手は今日5レースと9レース、そして小月選手は第4レースと12レース、メインレースに登場いたしますので、ぜひ皆さん初日からご注目いただきたいと思います。さあ、それでは長谷さん、初日発祥地選抜、そうですね、メインレースなんですけども、メインレースですよね、やっぱり注目カードですからね、はい、まあ、そこで、まあ、当ててちょっと弾みをつけたいところですね、やっぱりね、そうですね、さあ、それでは早速続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ、先ほども少しお話があったんですが、はい、フライング休み明けでもいいなら篠崎選手だってですよ、はい、ここ半年間のね、はい、一般戦でのインの一着率が 95% なんです。お、すごい。あ、もうなおかつ、もうとにかく、まあ、今年に行ってもね、そんな、まあ、彼は SGG1 も走る状態ですからね、はいはい、一般戦、とにかくもう
ほぼ、はいはい、インドでは一着通ってると、うん、で今節は彼はね、はい、周年を走ってないモーターなんですよね、はい、そうですね。で心配してたんですけど、はい、まあ足合わせや特訓行ったら、はい、全然下がる感じもなくて悪くはないですよって言ったので、まあ、その言葉を信じての本命ですよね、はい。まあ、ここのメンバーとしても、まあ、進入は枠なりになると思います。はい、ですので、まあ、フライング休み明けでも、まあ、モーターが悪くない、はい、まあまあ、S もしっかり行くはずであろうしなきゃいけない、やはりここは本命でしょうね。でモーター考えれば、はい、倉谷選手のこの58はいいモーターですね。重田選手ね、はね、うん、はい、G1 のってあの時は伸び加減でしたね。はいはいはい、倉谷選手前日もうエンジンは全く問題ないって言ってました、はいはい、だからもうちょっとした微調整でいけると言ってましたね。はい、ですので、まあ、2コースから追走、はい、そしてここで G1 優勝モーターが先ほど言いました5号艇小月選手、そうですね。そしてこれ沢選手は桑原優選手が準優勝だったモーターですね。そうで2等でした。ということはここは、まあ、はい、エンジンメンバーで言えば2番、うん、3番、5番がいいんですよね。はい、服部選手も G1 には出てないモーターでね、はい、ちょっとこれはね出足系統の心配があるモーターなんですよね。ちょっと昨日はまあ特訓しかできなくてね、あんまり時間がなかったね、はい、よく あんまりね、分からないとは言ってましたけどね、はい、うん、ちょっとエンジン的にはどうなのかなと、はい、大上選手はまあ G1 を走ったモーターですけど、はい、昨日はね正直ピリッとしなかったらしいですね。はいはい、ここからまあどう調整していこうかと言ってました。はい、となれば篠田選手本命で、うん、いいモーターの3人を相手、ただ1番から2、3、5の2、3、15というのをまず出しました。はい、まあ、これ沢選手のモーターね、前回桑原優選手が G1 でね、うん、優出2等だったんですけども、まあ、最終日優勝戦日にプロペラ交換がありまして、であの時は 0.5 に跳ねたんですね。はい、まあ、昨日はね、まあ、0.5 に跳ねた方が伸びるけど、うん、はい、ちょっとペラが独特らしいですよ。はいはい、だからちょっと前半からね倉田選手ね、はい、2レースなんで、はい、2レースが終わってからちょっとね自分向きにペラ調整をしようかなとは言ってましたけどね。なるほど、まずは走ってみてということなんでしょうか。はい、さあ1番から6点のフォーカスいただいております。さあ狙い目面白いと言いますかボックス、まあ、ここはもうモーターだけで狙ってるんですよね。はい、篠崎選手もいいんで強いけど、うん、はい、桑田選手のこれモーターはちょっとね格が違うんと思うんですよね。はいはいはい、もしかして篠田選手相手でもスタート全速でいってね同じタイミングだったらね、はい、うん、伸びていく可能性もあるので、はい、その時はねやっぱガッツマン桑田選手がね、はい、攻めていけばね、そうですね、モーターでの狙いは2、3、5のボックス、はい、まあ、篠田選手がまあ負けることはないとは思ってるけど、まあ、勝負は分かりませんから ね、 そうですね、モーター次第で攻めていってくれたらこう235のボックスは、はい、まあ、モーターで狙える狙い目ですよね、これね、まあ、モーターマニア長谷さんらしいフォーカスでございますね。本当ねこの235のボックス組み合わせ次第ではちょっとかなりな後輩と思うね、はい、ちょっとモーターではこれなのかなと思って出しました。はい、さあということで本日のメインレース発祥地選抜解明狙い目ご覧のフォーカスをいただきました。ぜひ皆様もご参考にお楽しみいただければと思います。さあということで西日本スポーツ杯、本日からですね、20日まで5日間シリーズで開催されます。ぜひ初日から好レース期待したいですね。そうですね、はい、はい、ぜひ皆様も最終レースまでお楽しみいただければと思います。ということで初日の本日もお相手いただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。